はい、こんにちは、116インズです。 MLB も開幕してだいたい1ヶ月ほど経過して、ここまでドジャースとパドレスのライバル関係など面白いゲームも結構多いなと思っていますが、今月 MLB の話題の中心の一人には間違いなくこの大谷翔平選手もいたと言ってもいいでしょう。昨年トミー・ジョン手術から復帰しましたが、投手としては本調子とは程遠いような状態でしたし、またバッターとしてもなかなか調子が上がらず、どちらも中途半端な感じで終わってしまう不本意な一年となってしまいました。ただ今季は特にスプリングトレーニングから打撃が好調で、打率も5割5分2厘と驚異的な数値を残していて、またピッチャーとしても冬を越えてだいぶ調整等も進んだと思われましたので、ようやく本格的な二刀流復帰に期待がかかるシーズンとなりました。で、蓋を開けてみればバッターとしてはエンゼルスの中軸らしい活躍を見せていまして、ピッチャーについてはまだベストとは言えない感じでしょうが、昨年と比べてだいぶ良くなった感じもありますので、ツーウェイセンセーションの復活は世界中の野球ファンを魅了しています。今おそらく MLB の中でもトップクラスに見ていて楽しい選手、面白い選手な気がしていますが、今回はそんな大谷選手が開幕1ヶ月時点で残した成績や記録等を振り返っていきまして、改めて彼の凄さというところを確認しようと思います。まず簡単に大谷選手のここまでの成績を見ていきましょう。まずバッティングの方ですが、22試合93打席に立ちまして、打率2割8分4厘、出塁率3割2分3厘、長打率6割3分6厘、OPS にして9割5分9厘と立派な成績を残しています。さらにホームランを量産していまして、ここまで AL2 位となる7本はすでに昨年1年間のホームラン数に並んでいます。今季スタメンの試合ではすべて2番を打っていますが、AL7 位タイの18打点と割とランナーを返すことができているのもまたいいですね。続いてピッチングの方ですが、ここまで3試合に先発し、13回3分の2を投げて防御率 3.29、 FIP は少し防御率と乖離がありまして 3.96、 23奪三振に対して13四死球となっています。先日のレンジャーズ戦では2018年以来およそ3年ぶりの勝利投手にも輝きましたね。イニング数とほぼ同じ数のフォアボールを出しているところからも分かる通り、コントロールがまだまだまとまっていなく、まあこれはおそらく指の豆の影響も多少はあるんだと思いますが、かなりランナーを出してしまって、でかつ球数もかさんでしまって、なかなか長いイニングをここまで投げ切ることはできていません。ただ100マイルを超える速球と落差のあるスプリットの威力は十分発揮していまして、奪三振率に換算すると 15.1 とかなり三振も奪えています。ポテンシャルの高さは遺憾なく発揮しているといったところでしょうかね。さらにベースボールサバントのパーセンタイルランキングも見ていきましょう。これは数字が右に行けば行くほど、赤くなればなるほど各指標において MLB で上位の成績を残していることになるんですが、まずバッターの方の大谷選手から見ていきますが、空振りや三振が多く、一方でフォアボールは少なめなので、こちらの項目を中心に青くなっていますが、その他は赤が目立っていますね。一番左上、平均の打球初速は MLB 上位 15% に入っていますし、今季最速の打球に関してはヤンキースのスタントに次いで MLB 2位となっています。打球が速いからといって、すなわちバッターとして優秀になるわけではないですが、強い打球を打てた方がヒットや長打の確率を高めることはできますし、実際大谷選手は結果も伴っていますので、バッティングの能力に関しては現時点で MLB 屈指と言ってもいいでしょうね。続いて右側、ピッチングの方ですが、ピッチングに関してはバッティングと比べて青めの色が多いですね。思ったよりも強い打球を打たれているようですし、フォアボール率については MLB 下位2位なので、あまり良くはないですね。ただ随所で赤い箇所がありまして、三振や空振りを奪う力についてはいずれも MLB 上位 10% 以内にここまで入っているようですので、先ほども少し触れましたが、エースのポテンシャルといったところはこの辺りからも見え隠れしているかなと思います。まだまだマウンドで試行錯誤している感じはありますので、これからシーズンが進むにつれて徐々にギアが上がってくることに期待したいです。ではここからは大谷選手がこの4月に作ったさまざまな記録も見ていこうかと思いますが、まず何といっても開幕初先発となった4月4日のホワイトソックス戦ですよね。この試合、大谷選手は DH のある AL でプレーしながら2番ピッチャーとして先発出場しまして、この発表は球界の中でもかなり話題となりました。2番ピッチャーでの先発は1903年以来118年ぶりの出来事ということで、現代の野球では到底考えられないようなことを大谷選手というかエンゼルスのマドン監督はやってきました。後から DH を追加することはできませんので、ピッチャーをスタメンに入れてしまえば DH のあるリーグではそれだけで不利な要素になりうるところですが、エンゼルスとしてはそれだけ大谷選手のバッティングは外せないということなんでしょうね。ちなみに大谷選手はこの試合に登板したことで、2018年、2020年、そして2021年と3シーズンで投手と野手として先発出場した選手となりました。3シーズンでこのような出場した選手は、1935年から1937年にボビー・レイスが達成して以降、大谷選手が初めてとのことですが、この記録に関してはこれからもどんどん伸びていくことでしょう。
で、さらにこの試合で皆さんも覚えていることでしょうが、大谷選手初回の第一打席、相手先発のディラン・シーズの初球の97マイル速球を捉えてライトスタンドに叩き込みました。エールの先発ピッチャーがエールの試合でホームランを放つのは49年ぶりのことだそうですが、まあこれもインパクトがありましたよね。打球初速は 115.2 マイル、だいたい184キロということで、そもそも大谷選手をピッチャーという括りに入れていいのかは分かりませんが、ピッチャーとしては史上最速のホームランとなりました。2番ピッチャーでスタメンと聞いた時から、もしかしたら皆さんの中にもホームランみたいなどでかいことをやってくれるんじゃないかと期待されていた方もいらっしゃったんじゃないかと思いますが、それを第一打席の初球にいきなりやってのけるわけですから、まあ、スタートはどういう存在の人を言うのかをパフォーマンスにて教えてくれました。また大谷選手はこの試合で 115.2 マイルのホームラン、3回にはピッチャーとしてこの日最速の 101.1 マイルを記録しましたが、同じ試合で100マイル以上の投球と110マイル以上の打球初速を記録した選手は、やっぱりこれも大谷選手が史上初めてだそうですね。まあ、そもそもいくら球速が上がっている MLB といえど、100マイル投げることができる選手はものすごく多いというほどではないですし、さらにバッター1本でやっていてもなかなか110マイルを超える打球を放つことは難しいわけですから、大谷選手ぐらいしかできる選手がいないのはそれは当然だよなと思いましたね。ちなみに打球初速の方を110マイルではなく100マイルまで下げますと、大谷選手以外ではもう一人該当者がいまして、メッツのノア・シンダーガードが2019年5月29日に達成しています。シンダーガードはドジャース時代の前田健太選手から1試合2ホーマーを打ったりとバッティングもそんなに悪くない選手で、キャリアでは110マイルを超える打球も放ったことがあるみたいですので、今季トミージョン手術から夏場ぐらいに復帰予定ですが、もしかしたらこの大谷選手に並ぶ記録を打ち立てる可能性はあるかもしれません。続いては4月12日のロイヤルズ戦での出来事ですが、この試合大谷選手は2番 DH で先発しまして、7回に日米野球で来日経験もあるスコット・バーローからダメ押しの2点タイムリーツーベースを放ちました。このツーベースも火の出るような打球という表現がぴったりと言いますか、凄まじい当たりで、打球初速は驚異の119マイル、約190キロ。スタッドキャストでは2015年以降打球初速の計測を始めているんですが、119マイルを超えるような打球を放った選手はこれまでほとんどおらず、大谷選手を除きますとジャンカルロ・スタントン、アーロン・ジャッジ、ゲイリー・サンチェス、そしてネルソン・クルーズとたった4人しかおらず、大谷選手が5人目となりました。まあ、この119マイルクラブは私が勝手に命名したものなんですけれども、サンチェスについては最近ちょっと怪しい感じがありますが、名だたるスラッガーたちしか達成できていないスピードにしれっとピッチャーをやりながら入ってくるわけですから、大谷選手のズバ抜けた才能には変な笑いすら出てきそうですね。ちなみにこの119マイル以上の打球を最も記録しているのがスタントンで、通算で21回記録しています。2位のジャッジが5回ですので、まあこちらもこちらでバケモンですね。続きまして4月20日、大谷選手はレンジャーズ戦に投手として先発しまして7奪三振を記録しました。これで大谷選手は打者として通算50ホームラン、ピッチャーとして通算80奪三振を超えましたが、意外にもこの両方を達成している選手は大谷選手を含めて MLB で8人しかいないそうですね。最も直近の例でカージナルスなどでプレーしたリック・アンキールが該当しまして、彼はピッチャーとして MLB デビューした後に打者転向してこの両方を達成しています。大谷選手にとってはこのような記録は通過点のような感じがしまして、今後これが通算100ホームランで500奪三振ですとか、まあ、どんどんホームランと奪三振の数が増えていって、すでに前例が少ないものの、これからさらに減ってもはや前例がほとんどいないという境地までいきそうですが、この記録もどこまで伸びるか注目ですね。そして最後はつい先日のことですが、4月26日のレンジャーズ戦に大谷選手先発しましたが、この日の時点で大谷選手は MLB トップタイとなる7本のホームランを放っていました。ホームラントップの選手が先発投手となるのは1921年6月13日のヤンキースベーブ・ルース以来およそ100年ぶりの出来事。大谷選手はよくベーブ・ルースと比較する声がありますが、文字通りベーブ・ルースに並ぶことを今回やってのけました。でさらに面白いというか不思議な巡り合わせと言いますか、1921年6月13日の試合でベーブ・ルースは5回4失点という投球内容でしたが、大谷選手もこの試合初回にちょっと荒れてしまった結果、こちらも5回4失点と随分似たような投球成績となったんですね。もちろん細かい違いを挙げればベーブ・ルースは三振ゼロでしたが、大谷選手は9奪三振とかそういった差はあるんですけれども、こういった成績の共通点が出てくるのは個人的には結構好きです。なおバッティングについて大谷選手この試合3打数2安打2打点3得点と、初回の4失点を自分のバッティングで取り返す活躍で、2安打目は相手の意表をつくセーフティーバントで出塁したりと、彼の引き出しの多さも垣間見ることができました。もうこの人本当に何でもできるなという印象をこの試合でかなり受けましたね。ということでまだ1ヶ月程度ですが、これぐらい印象に残る活躍をすでに見せている大谷選手、
正直エンゼルスと同じAL西地区の他球団を応援している身としては申し訳ないですけど対戦したくないと言いますか、この大谷選手に加えてさらにトラウト、レンドーンのいるエンゼルスは怖くて仕方がない存在です。ピッチングの方はまだベストコンディションという感じではありませんが、彼の力を考えたら内容も徐々に良くなっていくことでしょうし、そうなってきたらいよいよ手がつけられなくなりそうですね。先日メッツのデグロムが9回完封、さらには先制タイムリーを含む2安打の活躍を見せていましたが、本家二刀流の大谷選手にはぜひこのデグロムのパフォーマンスを超える内容、例えば9回完封、そしてホームランも打つといったあたりの活躍をできれば今季中に見せられるくらいにはピッチングの状態が上がってくることに期待はしています。ただまあこれはわがままではあるんですけれども、できればマリナーズ戦だけは避けてほしいなぁとは思っているんですけれども、今シーズンの大谷選手が投打にどんな活躍を見せてくれるのか、これからも彼の活躍目が離すことができないでしょうね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。